ここどこ？ああ、そうなんだ。昨日飲みすぎたかな。まあいっか。可愛い女の子がいっぱいで楽しそうね。私は玉木。よろしく、指揮官くん。名前は玉木。元モデルで、今は服飾デザイナーとヴィーナスをやってまーす。仕事柄綺麗なもの、特に可愛い女の子が好きかな。あとは、飲みながらだったら教えてあげてもいいよ。おはよう、指揮官くん。あら、ちょっと眠そうね。目、覚ましてあげよっか。ねえ、指揮官くん、時間があるなら飲みに行かない？美味しいお酒が飲めるとこ、案内してほしいな。あら、指揮官くん、休憩中？私ものんびりとした時間は好きよ。そうだ、一緒にちょっとサボっちゃおっか。海風は気持ちいいけど、お肌には大敵かもね。いいお手入れ方法ってないのかしら。いい天気すぎて眠くなっちゃう。この後お休みにしてお昼寝しちゃう。ダメかな。今日は暑そうね。え？お茶会で冷たいものでも？やったー！さすがメイドさん、気が利く。すっごい剣技ね。それにとっても可愛い。ね、こっちに来て私と一緒に飲まない？ん？どうかした？私に用があるなら遠慮なんかいらないから、何でも言って。もう指揮官くん、まだ仕事中でしょ。我慢ね。あら、撫でてくれるの？でもご褒美なら他のがいいな。指揮官くん、まだお仕事が残ってるみたいだけど、手伝おうか？終わってる仕事があるみたいね。ほーら、確認はしっかりね。手紙が届いてるみたいよ。あなた宛てみたいだけど。ね、誰から？おかえり、指揮官くん。お仕事お疲れ様。ねえ、マッサージでもしてあげよっか？お仕事に出てた子たちが戻ってきたみたいよ。さ、迎えに行きましょう。ありがとう。指揮官くんのおかげで、まだまだ綺麗になっちゃうわよ。さ、張り切っていくわよ。私の活躍、見とれちゃったかな？ちょっと力不足って感じね。いいところ見せてあげる。まだまだ、これからが本番よ。ん？ごめん、今ちょっと忙しくて、また後でね。指揮官くんはお仕事中？大変ね。あんまり無理しちゃダメよ。あ、指揮官くん、ちょうどよかった。少し寂しかったんだ。少しだけ一緒にいてくれる？声もかけずに。そんなところでどうしたの？あ、もしかして私のこと見とれちゃってた？あなたなら特別に許してあげる。
ここっていいところね。すっかり気に入っちゃった。可愛い女の子はいっぱいいるし可愛い指揮官くんもいるし、なんてね。ああ、指揮官くん、ほらこっち。もうこんなに待たせて、私を一人で酔わせる気？ほーら、責任取らないとか言わせないんだから。